それではバックシュート2種類目をやってもらいます。お願いします。先ほどは親指の方を自分の方に回すということですが、これは小指の方を自分の方に回します。先ほどのバックシュートと違い、手が左右変わります。それでは次の人、共通して言えるのはボードのどこにボールをぶつけるかということです。どこにボールをぶつけるかの要領が分かれば確率は高くなります。はい、それでは次の人お願いします。コンパクトにシュートをして、小さな動作で素早く次のシュートに移行します。これでバックシュート2種類目を終了します。